イーディス・ジョンソンはアメリカ合衆国の女優である。日本では大正時代にエディス・ジョンソンと紹介された。1894年8月10日、ニューヨーク州、モンドー郡ロチェスターに生まれる。1913年、満18歳の時にセリングポリスコープカンパニーに入社、ハーディ・カークランド監督、マック・バーンズ主演の短編映画、トミーズ・アトンメントに、 バーンズの相手役として出演したのが最も古い出演記録である。以降、同社が量産する短編映画に出演する。1916年、ユニバーサルフィルムマニファクチャーリングカンパニーに移籍、同年に同社が参加に設立したブルーバード映画で、ヘンリー・マックレイ監督の先人に主演、ベテランのハリー・ケリーと共演する。ブルーバード映画では他にも、 翌1918年に、ジョセフ・ド・グラス監督の、黒キュー、よび、誰の手に、に、主演のフランクリン・ファーナム相手役として出演。いずれも、日本でも公開されている。同年、バイタグラフ・カンパニー・オブ・アメリカに移籍すると、ウィリアム・ダンカンが監督、主演する映画に立て続けに、相手役として出演する。万27歳となる1921年、15歳年長の、 ウィリアム・ダンカンと結婚する。1924年、夫・ダンカンの監督、主演作、北国の狼に共演したのを最後に映画界を退く。1961年2月8日、夫・ウィリアム・ダンカンと死別する。1969年9月6日、カリフォルニア州ロサンゼルス郡ロサンゼルス市で転落により重傷を受け死去した。 万七十五歳を打つ、同州道具にイングルートにある、イングルート公園墓地に眠る。すべて出演作である。ありがとうございます。